はいみなさんこんにちは村長です今日はトゥーントラック社の Easy シリーズここの使いどころ勘どころというお話をまとめたいと思います Easy ーーシリーズを使い出すと今画面に出してますように e ージー Keys ー、そして e ージーベース、そして e ージードラマー3、この3つがですね、欲しくなるというか、簡単だということに興味を持たれた方は、やはり1つ買えば予算が許せば、他のツールも買いたいなというふうに思う方もたくさんおられて、複数種類持たれてる方も多いと思います。 僕もこの3つを長く使っているわけですけれども僕の経験上ですね本来ドラム、ベース、キーボードこの順でですね入れていくというのが王道な使い方のように思われるんですけれども Easy シリーズは古い順から Easy Keys、Easy b a s そして Easy Dramas 3というふうにプログラムの仕様がですね 今言った3つの順番の方がだんだん良くなってきて分析能力というのが進化してきてるわけですねですからもしこの3つを使って簡単に音楽のプレゼンテーションを組み立てるという時には EasyKeys からやるというのも一つの方法だと思うんですねそしてじゃあ EasyKeys からスタートするとなった時に 方法論がたくさんあります。すすどこかからスタートするかという話ですね。例えば今画面にありますようにもうコード進行が DAW の中で決まっている場合ですね CAmCGFCFG7 というふうにこれを EasyKeys に持っていくと早いかも分かりません。 のの中のシーーケンサーで入れていくというのもそんなには変わらないと思うんですけれどもこれを EasyKeys に持っていく場合はですねまず仮にこれを下に持っていくとコード進行がこのようにできます、まあ、この8小節を選択しましてイベントメニューの方から選択をエキスポートしますそして Studio One の場合は MIDI ファイルというのを選びまして自分のわかりやすいところ今回はデスクトップにしますけれどもここに保存をするとしますテスト005という風にしておきますそして保存をしますこれを EasyKeys にドラッグドロップすればいいわけですこのように Explorer ーーからですねデスクトップを見まして テスト005を更新日付でこのように先頭に持ってくると分かりやすいでしょうそうしまして Easy Keys ーーーにドラッグドロップしますこの時にいくつかのポイントがありますこれは今 C メジャーで作っていますのでこのキーというところですねここを C もしくは Am これに選択をしておく方が後々便利なことが 多いといとうことです。ここだけ注意をしましてこの「テスト 005MIDI」というのを参照説明のところに引っ張ってきますこのようなインポートのダイアログが出てきますここの MIDI は「ヒューマナイズ d MIDI」はこのままでもいいでしょうただ単純な白玉ですからそして「トランスポーズ MIDI」というのは 合わせてあるのでチェックは外しておきましょう。そしてインポートという風にします。するとこのように参照説明から和音が入ります。入れてしまったらこの DAW のトラックは一旦削除しましょう。どんなフレーズを使いたいかなということになるわけですね。ちょっと選択してみましょう。この時には ブラウザーミディというここにボタンがあります。もしくはこちらのブラウザーから選んでもいいですが、自分の手持ちのミディファイルの中から好みのフレーズを選択します。このように選択をしていきまして、聞いてみます。この時に文字の方を選択してるとしますよね。先頭のピアノのアイコンをクリックしてしまいますと、再生になります。 ここで画面の下のフローホストというのがチェックされている状態。これ切ったらこうなるんですけれども、濃い茶色になっているときはですね、再生するとこのフレーズで音が鳴ってくれます。テストをするときは、ここでループするようにさせておくと、より効率よくできると思います。 こうしながら聞いていきます。あ、これでいいなというふうに決まりましたら、ここでリプレイス。 といいうボタンが出ていますので、これれを押すすと、ここでで確定になるわけですね。このように入れていく方法がありますがもし DAW の方で決まっていない時は EasyKeys のシーケンサーでこれを打っていくことになります一旦これをクリアしますリムーブというのを選択しますそうしまして3小節目のところに このようにカーソルを置きましたらこの左のところに1小節の箱を追加するボタンがあるんですねこれを押していって8小節作ればいいです12345678このようにサッサッサッと作ってですねそしてコードを入れ替えていくコードの C というような文字のところですねこここういうふうにしたら ちょっとオレンジ色になりますけれども、これを押すと、5度圏のコードセレクターが出てきますので、ここで編集を加えていけばいいことになります。はい。最初は C でいいですので、次は Am。はい。そして次ですね。次のところに行く場合はですね、下のところに矢印があります。ここですね。これを選択しまして、次のコードのところに 移っていけばいいわけけばわです。もう一度 C はいその次 GFCFG7 はいこれでコードの入力ができたわけです。 今は僕は上のコード進行を参考に入れましたが、自分が考えながら、いや、ここは E マイナー方がいいなとかですね。このようにもちろん変えていってもいいわけです。ちょっと A マイナーにしておきます。このように自分が考えて入力すればいいわけです。 これが EasyKeys の中のシーケンサーで入力するときです。例えば前半の部分をこう4小節選択します。そうしまして、ここの Use Browser MIDI というのを選びまして、これを選んでみます。はい。そうしまして Replace MIDI。そして今度は後ろ側を選択しまして、 じゃあこの下のの方にします。このようにしてリプレースミディを選択すればこれで完成したわけです今日一番言いたかったのはここなんですね例えばこれを全部選択したとしますそして DAW の方に書き戻すのはこれをそのままドラッグすればいいわけです そしてちょっと鳴らしてみましょう今何も違和感がないんですけれども例えばこのミディを持ってきた理由というのはですねここでで編集をしたたかかったりすするからなんですね例えばここの1小節の終わりのところをですね少し MIDI を書き加えます。このように書き加えたとしますよね。もう少し短くでいいと思いますが、このようにですね。そうしましたら、ここで再生をしますとですね、よく聞いててくださいね。この音の部分ですね。もし、これ今あまり違和感がないですけれども、 もっとわかりやすくここでコードを変更します F なんかにしてみましょうはいこのようにこちらとこちらの情報が変わったわけですねそうなるとどうなるでしょうかこのようにすごく濁った音になりますね当たり前ですけれども EasyKeys と DAW が 同時になってるわけです。一つの方法としましてはこれを消すという方法ですね。選択しししおきままて、リムーブとしますね。そうしますとまた変更を加えたい時にとっても不便になりますよね。ちょっと戻しますね。二つ目の方法は今度はこれを選択しまして面倒にならないようにミュートをするという方法があります。 これならこちらの音を消せるわけですねもうこちらは鳴ってませんのではいこのようにちゃんと加えた音符もきれいになっていますこのように削除するかもしくはミュートするというふうにしてる方もたくさんおられると思うんですがもう一度ミュートを 解除します。アンミュートというやつですね。こんな大変なことをしなくても、これが一つのボタンだけで解消できます。このフォローホストというチェックを外すだけです。このように外しますと、こちらの方は再生カーソルも動かなくなります。見ててください。はい。 これもう一度入れましたらカーソルがスタジオワンと連動するわけですはい Easy シリーズにはこのフォローホストというのが必ずありますこれを切っていただくとこの EasyKeys ーーーの中のシーケンサーは動かなくなります Easy Base ーーーにも同じものがあります。これですね。これにチェックがかかっていると、このようにカーソルを動かすだけで Easy Base ーーーの方も動きますよね。今度は Easy d r a m の方を見てみます。DAW の小説を変更するだけでこのように動いてしまうわけです。これもフローホストを 外しておくとそれがなくなる。いわゆる音がならないということです。今日はですね、解説をしたかったんじゃなくって、一言で言えば、このフォローホストを上手に使いましょうという話。いわゆるミュートしたり削除したりしなくてもいいですよ。DAW の方に持ってきて、そしてそれを編集しても、 ここのボタンのチェックだけで済みますよということなんです。そんなこと知ってたわっていう方もたくさんおられるでしょうし、えぇ、ー、そんな簡単なことだったのと今初めて気がついた人もいてると思うんですね。今日のポイントはフォローホストというボタンを上手に使いましょう。そういうお話でした。 あまりにも簡単すぎて笑っちゃいますよね。まだまだ Easy シリーズの中でこんな簡単なことと思うことを知らないこともたくさんあると思いますので是非とも僕もこういうことが分かり次第ですねちょこっとチップスみたいな形でですね発表していきたいと思いますのでチャンネル登録など通知が来るようにしておいてくださいおかげさまで チャンネル登録ももう間もなく4000人になりますので頑張って YouTube の解説を続けていきたいと思っています。村長スタジオでした。